皆さんこんこにちはですすチャンネルを聞ききいいただきありがとうございます今回は「ドクヘビ」の子育てシリーズ子どもの頃嬉しかったメニューについてお話ししたいと思いますまあドクヘビ子供いないんですけれどもでもまあもし結婚して子供がいたら子供にこんなことをしてあげたいなとかこんなことしたら楽しそうだなとか喜ぶかなって思うことがあるんですけれども 今のところいないのですでに今子育てをしてる人にこれを聞いてもらってやってくれたらいいなと思ってお話ししております是非今絶賛子育て中のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんおじさんおばさんお姉さんお兄さんなどですねお子さんと一緒に遊ぶ機会のある方は是非この嬉しかったメニューをみんなで作ってもらえると嬉しいですはい。 そんなわけでええー、毒蛇が子供の頃に嬉しかったメニュー三つ紹介しますまあすでにねあのいろんなご家庭でやっているあの超あの定番のメニューかもしれないですけどもしまだやったことがないという方はぜひやってみてください一個目餃子これですね餃子って何が楽しいかっていうとまああの種はねあの大人の人が作って で子供と大人で一緒になって餃子の皮でその種をあんっていうんですかね包むあのねお肉を包むのが超楽しいですよね。であの子供だからちょっと上手にできて褒められたりとか大人の人みたいにできて褒められたら嬉しいしなんかこうやんちゃな感じで訳のわからない餃子を作ったりしてね あのまあ2枚貼り合わせてみたりなんかもう球体にしてみたりもうなんかそれ中まで焼けんのかなみたいな変な形にしてみたりしてもなんか面白いねとかって言われて「よしそれも焼いてみよう」みたいに言われるのがなんか楽しいじゃないですかこう自由なこうね食べ物で遊ぶってやっちゃダメっていう言われたりすることありますけど楽しいですよね結果食べるんだったらいいんじゃないって思いますけどね遊んでもね。で実際に焼いてみると あの変な形だとうまく焼けなかったりとかねあの美味しくなかったりとかねあるいはまあ逆に美味しかったりとかねなかなかそういろんな、あのー、いろんな実験ができるっていう感じであの普段はご飯って真面目に食べるものだけど餃子だとなんか遊びのの要素がすごい強い強でめっっちゃ楽しかったですねはい餃子はみんなでわいわい包んで焼いてもうずっと遊んでるみたいですよね美味しいし。 <laughs> はいそして、えー、2つ目2つ目はですねホットケーキこれですね、えー、我が家はなんか休日の朝とかはホットケーキだったりしたことが結構あったんですよね。まあ、ボウルにホットケーキミックスを溶いてでお玉でホットプレートにこう小さいのをいくつか垂らしてこうね円,の円状に垂らして丸いちっこいのを焼いてで。 食べてましたね昔なんでねドクヘビンチもそんなおしゃれな家とかお金持ちの家じゃなかったんで <laughs>、まあ、あのケーキシロップっていうんですかあの,あの甘いなんかシロップがこうホットケーキについてきたりするのをかけて食べるとかあとお父さんが蜂蜜好きだったんで蜂蜜をかけて食べる。 ぐらいですかねバターとかあったのかなあってもそれぐらいだと思いますね今だとね果物とかねアイスとかねチョコレートソースとかねいろいろかけたりしておしゃれにお家でも食べたりする人たちも多いと思うんですけどでも当時はねそんな感じでは全然なく本当にただホットケーキ焼いてシロップかけてだけだったんですけれどもなんかやっぱご飯に甘いものが出るっていうのがおやつみたいで楽しいですよね。うん でなんかやっぱり餃子もね普段ってこ,うこれぐらいの量食べるみたいのがあるけど餃子もなんかもう普段よりいっぱい食べる感じだしホントケーキもいっぱい焼くとんかいっぱい食べれるみたいなちびくろサンででんかあれですねえっとパンケーキをあのン本はなんか200か300ぐらい食べたみたいなそんな食べてないでしたっけとにかくいっぱい食べたみたいな話とか楽しいじゃないですか子どもの時とかそういうの。 だから普段よりホットケーキもいっぱい焼いていっぱい食べちゃったりするとさらに盛り上がったりしてねなので、はあ、甘くて美味しいっていうのと焼くのが楽しいっていうのとなんかその,そのいっぱいパンケーキを食べるみたいのも楽しいそして3つ目3つ目は、えー、フルーチェもういきなり商品名ですけれどもねあのこれはやっぱりねちっちゃい時はねすっごい楽しかったですね。 あのボウルにそのフルーチェの液を入れて牛乳を入れて混ぜるだけですけどそしてそれをみんなお皿に人数分に分けてで食べると何ていうかこう混ぜてるだけだけどなんかおやつ作ってる感とかありましたよねいろんな味もあるしねなんか固まるのが不思議だしねでなんかもうねお父さんと あのお兄ちゃんと毒蛇が3人で食べることが多かったんですけどお母さんはそんな甘いのを食べなかったので、ね、当時ねなので3人で分けて食べるとちょっと少ないなと思うんですよもっと食べたいなとかって思ってもう大人になったらいつかフルーツェを全部1人で食べてやるってすごい思ってましたねっていうくらい楽しみで楽しかったし美味しかったんですよね。 うん、ちなみにオレンジ味が一番好きですけどねそれであの大学生の時にあのついに一人でフルーチェを全部一気に食べた時は大人になったなって思いましたけどやっぱりみんなで分けて食べるのも楽しいですよねとも思いましたね、うん、はいそんなわけであの子どもの頃毒蛇が嬉しかったメニューは、えー、餃子とホットケーキ、まあ、夜食べる餃子 夜ご飯の餃子、朝ごはんのホットケーキそしておやつに食べるフルーチェこれね、まあ、フルーチェも結構休みの日に食べてた気がしますね、うん、ちょっとねでもなんか小さい頃すごいこのメニュー食べててなんか楽しかったなとかうれしかったなとかっていうのをちょっと思い出してお話ししてみたんですけどなんか3つに共通するのってやっぱ大人数で作るっていうのともう作 でまあ何て言うんですか作りながら食べるというかま <laughs> あに作るのを大人数でワイワイやってそれ食べるのもワイワイ食べるみたいなかみんなで作ってみんなで食べてなんか遊んでるみたいな感じのものが全部そうだったなと思ってうーんやっぱり、ね、作って出さ作ってくれたものを食べるのも美味しいけどみんなで作ってみんなでワイワイ食べるっていうのが。 まあ大人になっても楽しいと思いますけどね鍋パパーーティーととかかタコねね楽しいですもん、ね、だから子どもの時ももちろんあのすっごい楽しくてでそんな回数的にはそんなに頻繁にやってなかったと思うんですけどそれでもあの大人になってもそれ楽しかったなとか美味しかったなとかうれしかったなって今でも思い出すので。 そんななににに頻繁にやらなくてももたまにででいいので、えー、みんなで家族でワイワイあのそういう作って食べるっていうのをやってみると一生思い出に残る素敵なご飯になるんじゃないかなと思うのでね今春休みかな春休みもあるしあとゴールデンウィークもねありますしあのお子さんとあの過ごす時間何やって遊ぼうかなっていう時 なんかお出かけとかしないんだったらお家でこういうメニューを作ってみんなで、えー、美味しい楽しいご飯を、えー、食べるのもいいんじゃないかと思います。ぜひやってみてみもらえると嬉しいです、はい、そんなわけで今回は、えー、子どもの頃嬉しかったメニューについてお話ししました。 えー、これからもいろんなあの子育てに関する「時ビが子どもの頃嬉しかったよっていうことから、えー、想像するこれは子育てにいいんじゃないのかなっていうお話を、えー、お話ししていきたいと思いますので引き続きお聞きいただけると嬉しいです。ドクヘビチャンネルを聞いいたただきありがとうございましたではまた。